今のうちに急な選手の倒し方を教えてください。そうだな、強靭なボディとやっぱり空手の型、戦いを想定した空手の型、うん、あれ素晴らしいわな、うん、スーパールンペーとか言うからな、そういう感じ、こんなだもん、眼光もこんなだもん、はぁーみたいな感じだろ、あれはもう正面から言ってやられちゃうから、やられるから、うん、正面は絶対ダメだな、うん、まあ、どうするんだろうな、オリンピック後だろうな、オリンピックやっぱ決勝の後とか、うん、勝利を決めた後、やっぱ深々とこうなんか深々とその視野下に土下座したりするのってこうってことはもう下がっちゃってるから、うん、頭下げたところに下がるから、ね、礼儀正しく頭下げたところに下がる、うん、吸収の膝、うん、はい、それしかないだろうな、弱点はそこぐらいだろうな、危ねえからしっかり構えてるとき行っちゃって危ねえからやられちゃうから気をつけろ、うん、不意打ちしかないから気をつけろ。